NCT は2016年にデビューした韓国の男性アイドルグループ SM エンターテインメント所属。派生ユニットは NCTU、NCT127、NCT ドリーム、ウェイブ。グループ名 NCT はネオカルチャーテクノロジーの略。開放と拡張をグループテーマとし、活動グループ、メンバー数の制限がないという。 新たな概念を持つ次世代グローバルグループ。韓国、日本、中国、アメリカカナダ大マカを香港、台湾と多様な国籍で構成されるメンバーからコンセプトごとに活動メンバーを選抜し世界各都市を拠点として活動している。ユニット NCTU の U は連合や団結を意味する英単語ユナイテッドの頭文字である。最初にデビューしたユニットで 楽曲のコンセプトに合わせてメンバーが入れ替わるのが特徴である。ユニット NCT127-127 はソウルの軽度である統計127度線に由来し、韓国ではイリチルと発音される。メンバーが固定されており、テール、テヨン、ユータ、ゼヒョン、ウィンウィン、マーク、ヘチちゃん、ジャニー、ドヨン、ジョンウの10人で構成されている。ユニット NCT は、 デビュー当初メンバーを10代に限定していたが、現在は卒業制度が撤廃され、マーク、ロンジュン、ジェノ、ヘイャン、ジェミン、ジョンロ、チソンの7人で構成されている。ユニット、ウェイブ、一新部位の一新は、中国語で神のごときの威力を表す。中国の合弁レーベルであるレーベル部位に所属し、クン、テン、ウィンウィン、ルーカス、シャオジュン、ヘンドリー、 ヤンヤンの7人の固定メンバーで構成されている。公式ファイクラブ名は、んくとせで、ファンは、シズニーと呼ばれる。なお、ウェイブのファンは、ウェイジニーと呼ばれている。2016年1月27日、SM タウン、ニューカルチャーテクノロジー、2016にて、NCT の結成が発表された。4月9日、NCTU が、デビューデジタルシングル、 第7巻を発表。翌4月10日には、セカンドデジタルシングル、Without You を発表。4月15日、KBS、ミュージックバンクを通じて、正式にデビューした。7月7日、NCT ソウルチームである NCT127 が、ネット、M カウントダウンを通じて、正式にデビュー。7月10日には、デビューミニアルバム、NCT127 を発売した。 8月25日、NCT の青少年連合チームである NCT Dream がネット M カウントダウンを通じて正式にデビュー。8月27日、デビューデジタルシングルチューイングゴムを発売した。2017年1月6日、ドヨンとジャニーを新たに加えた NCT127 がセカンドミニアルバムリミットレスの音源を公開1月9日に 発売された。2月9日、NCT ドリームがシングルアルバムザ・ファーストを発売。ジェミンは腰の負傷により活動に参加しないことが発表された。2月14日、NCT ドリームが SBS ザ・ショーでデビュー5発の1位を獲得した。6月12日、公式ファンクラブ名がムクトセンファンの愛称がシズニーになったことが発表された。 6月14日、NCT127 がサードミニアルバム、チェリーボムを発売。6月22日、ネット、M カウントダウンで NCT127 として初めて1位を獲得した。8月17日、NCT ドリームがファーストミニアルバム、ウィー・ヤングを発売。ジェミンを除く6人でカムバックした。11月4日、 NCT127 が2018年春に日本デビューすることを発表した。2018年1月30日、くん、ジョン・ウッド・ルーカスの3人が SM ルーキーズを卒業し、NCT の新メンバーとなることを発表した。1月31日、18人のメンバーを紹介する NCT2018 イヤーブックを発表。2月9日より、 ドモンテリシリーズが公開された。3月14日にアルバム NCT2018 エンパシーを発売。同日、高麗大学校かなぎさ大区間でショーケースを開催。同アルバムはガオンチャートでプラチナアルバム認定を受けた。4月19日、ブラックオンブラックのミュージックビデオを公開。5月12日、第24回愛する大韓民国2018。 ドリームコンサートに出演。2019年1月には、ヘンドリー、シャオジュン、ヤンヤンが SM ルーキーズを卒業し、ウェイブが新たにデビューした。2020年9月21日、翔太郎と孫ちゃんが新メンバーとして加入することが発表された。9月22日、23人のメンバーが出演した NCT20 ユパーティが公開された。10月12日、 合計23人のメンバーが参加する NCT2020 プロジェクトを通じフルアルバム NCT The Second Album Resonance PT1 を発売11月23日 NCT The Second Album Resonance PT2 を発売12月4日23人が参加したシングル Resonance を公開12月27日オンラインコンサート Beyond Live NCT レゾナンスグローバルウェーブを開催。2021年5月、MGM と提携したアメリカをはじめ世界の音楽市場で活動するユニット、NCT ハリウッドの結成メンバーを選出するオーディション番組の年内公開が発表された。2016年4月4日、NCTU のデビューメンバーとして、テール、テヨン、テン、ドヨン、ゼヒョン、 マークの6名を順に公開。4月9日、デビューデジタルシングル、第7巻を発表。4月10日、デジタルシングル、Without You を発表。中国語版に和くんが参加。4月15日、KBS、ミュージックバンクを通じて、正式にデビュー。2018年1月12日、テール、ドヨン、ゼヒョンが参加する、デジタルシングル、タイムレスを発表。 1>, 1月30日、テールとドヨンが参加するデジタルシングルラジオロマンスを発表。2月27日、テヨンとテンが参加するデジタルシングルベビー・ドンとストップを発表。3月にはアルバム NCT2018 エンパシーの中からボスを発表。新たにジョン・ルーカスを公開。NCTU に新たにウィンウィンが参加。4月2日、 テヨン、ドヨン、ルーカス、マークが参加するイエス・トゥデイのミュージックビデオを公開。8月、ショー。K-POP の中心でセレブファイブと共演。9月7日、ウェブドラマ、トッコリワインドの OST として、テールとゼヒョンが参加するニュードリームを発表。2019年9月、ドヨンとゼヒョンが参加するデジタルシングルニューラブを発表。10月1日、 ウェブドラマ、60ンの OST として、ドヨンとマークが参加する、ベビーオンリーユーを発表。12月13日、デジタルシングル、カミングホームを発表。2020年6月26日、KBS、ミュージックバンクの上半期決算スペシャルで、キックライドを披露。10月12日、アルバム、NCT2020 レゾナンス PT1 より、メイク。 a o ッ s ュのミュージックビデオを公開。10月19日、From Home のミュージックビデオを公開。11月23日、9 0 s l o v のミュージックビデオを公開。11月27日、Work It のミュージックビデオを公開。2016年7月2日、NCT127 のメンバーとして、テール、テヨン、ユータ、ゼヒョン、ウィンウィン、マーク及び、 へいちゃんの7名を順に公開。7月7日、ネット、M カウントダウンを通じて、正式にデビュー。7月10日、デビューミニアルバム、NCT127 を発売。2017年1月6日、ジャニーとドヨンを新たにメンバーに加え、セカンドミニアルバム、リミットレスの音源を公開。1月9日、セカンドミニアルバム、リミットラスを発売。6月14日、 サードミニアルバム b チェリーボムを発売し、デビュー5発のショーケースを開催。6月22日、ネット M カウントダウンでデビュー5発の1位を獲得。11月4日、2018年春に日本デビューすることを発表し、韓国でリリースされたリミットレスの日本語バージョンのミュージックビデオを公開。2018年3月13日、 NCT2018 プロジェクトとして、タッチを公開。5月23日、日本デビューミニアルバム、チェーンを発売。デビュー前にショーケースツアー、NCT127 ジャパンショーケースツアー、チェーンが開催された。チェーンは、日本ビルボード週間アルバムセールスチャートで1位、オリコンウィークリーチャートで2位を獲得。10月12日、ファーストフルアルバム、 NCT127 レギュラー・イレギュラーをリリース。ジョンウーが新メンバーとして加入。NCT127 レギュラー・イレギュラーはベイビルボード200で86位を記録。11月23日、ウィンウィンがリパッケージアルバムの放送活動に不参加であることが発表された。11月27日、リパッケージフルアルバム NCT127 レギュレートを発売。 2019年1月26日より、全十カ国26都市37公演のコンサートツアー NCT127Neo City The Origin を開催。4月17日、初の日本フルアルバム Awaken を発売。5月24日、4枚目のミニアルバム We Are Super Human を発売。ベイビルボード200で11位にランクイン。六月九日より、 d t v で冠無理番組 NCT127 教えてジャパンが配信された。7月22日ハイウェイツーヘブンのミュージックビデオを公開。10月4日テヨンとマークがサプレムとしてデビュー。11月28日韓国歌手として初めて名シーズンサンクスギビングデーパレードに参加。12月18日より4都市8公演の日本アリーナツアー。 ネオシティ、ジャパン、ザ・オリジンが開催された。2020年3月6日、セカンドフルアルバム NCT127 ネオゾーンを発売。同アルバムは21日付のベイビルボードに100で5位を記録。3月10日、韓国歌手として初めてロデオ・ヒューストンに出演。5月17日、オンラインコンサートビヨンド・ザ・オリジンを開催。 129の国と地域で10万4000人が主張した。5月19日、セカンドリパッケージアルバム NCT127 ネオゾーンザフィナールラウンドを発売。2021年2月17日、日本セカンドミニアルバムラブホリックを発売した。同アルバムは3月1日付のオリコン週間アルバムランキングで1位、オリコン月間アルバムランキングでも1位を記録。 6月4日、アモエバカルチャーのセーブプロジェクトに参加し、デジタルシングル、セーブを公開。2016年8月25日、NCT ドリームがネット、M カウントダウンを通じて、正式にデビュー。8月27日、デビューデジタルシングル、チューイングゴムを発売。2017年2月2日、腰の負傷などの理由で活動を中断していたジェミンが、 ザ・ファースト活動には参加せず、残りの6人で活動することを発表。2月9日、ファーストシングルアルバム、ザ・ファーストを発売。2月14日、SBS、ザ・ h Show でデビュー後発の1位を獲得した。8月17日、ファーストミニアルバム、We Young を発売。2018年3月4日、NCT2018 プロジェクトとして、GO を公開。 3月14日、ジェミンが復帰。9月3日、セカンドミニアルバム、We Go Up を発売。12月27日、SM ステーションからマークを含む7人のメンバーとしての最後のデジタルシングル、Candle Light を発表。12月5日、NCT Dream s h 2の活動を最後にマークが卒業。2019年7月26日、サードミニアルバム、 ウィーブームを発売。9月12日、ベイビルボード、今年の21歳以下アーティスト21に2年、連続選定された。11月より、初の単独コンサート、NCT ドリームツアー、ザ・ドリームショーを開催。2020年1月22日、日本公演記念ミニアルバム、ザ・ドリームを発売。ザ・ドリームは、オリコン週間アルバムランキング。 ビルボードジャパンのトップアルバムセールスチャートで1位を獲得。1月26日より、初の日本単独ツアー、NCT ドリームツアー、ザドリームーから、インジャパンを開催。1月、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、ザドリームショーの中を、シンガポール公演が延期、3月の東京追加公演が中止となった。4月14日、 卒業制度が撤廃されマークを含めた7人で NCTU の携帯で活動することが発表された。4月29日、ホースミニアルバムリロードを発売。5月10日、オンラインコンサートビヨンドザドリームショーを開催。10月12日発売 NCT セカンドアルバム NCT2020 レゾナンス PT1 に収録されているで7人の NCT ドリームが復活。 2021年5月10日、ファーストフルアルバム、ホットソースを発売した。同アルバムは、5月31日付の、オリコン週間アルバムランキング、ビルボードジャパンのトップアルバムセールスチャート、オリコン月間アルバムランキングで1位を獲得。6月28日、ファーストリパッケージアルバム、ハローフューチャーを発売。2018年8月13日、 NCT China の結成予定が発表された。12月31日、SM エンタが Wave をプロモーションするために設立した、レーベル、レーベルレーベル V から君、ん、w i ン w ン、n Ten、Luca's、Hendry, x ン,ン,ヤンヤン j u の7人から構成されるグループが2019年1月にデビューすることが発表された。2019年1月17日、デジタルシングル、ザビジョンで、 中国デビュー収録曲の辞書当然はベイビルボードワールドデジタルソングセールスチャートで3位ソーシャル50チャートで4位エマージングアーティストチャートで16位を記録5月9日ミニアルバムテイクオフを発売同アルバムは iTunes で中国の男性アイドルグループとしては最多の世界30の国と地域で1位を獲得8月 国から単独番組、少年維が放送された。10月4日、テンとルーカスがサプレムのメンバーとしてデビュー。10月29日、セカンドミニアルバム、テイク、オーバーザムーンを発売。10月30日、韓国の音楽番組、小チャンピオンで、テンの城を披露。12月4日、名古屋ドームで開催された2019ネット、アジアンミュージックアワーズで、 ベストニューエージアンアーティストを受賞。2020年3月13日、リパッケージミニアルバム、テイク・オーバー・ザ・ムーン・シークルを発売。5月3日、初の単独オンラインコンサート、ビヨンド・ライブを開催。6月9日、ファーストフルアルバム、アウェー h ン・ザ・ワールドを発売。2021年3月10日、サードミニアルバム、キックバックを発売した。6月16日、 クンとシャオジュンからなるユニット、ウェイブマイナスクン＆シャオジュンが、シングル、バックツーユーを発売。デジタルシングルアルバムデジタルシングルデジタルシングル、デジタルミニアルバムアルバム韓国ミニアルバムフルアルバム、日本、ミニアルバムアルバムライブアルバムデジタルシングルシングル、アルバムミニアルバムフルアルバム日本、ミニアルバムライブアルバムデジタルシングルデジタルアルバム、 ミニアルバムフルアルバムシングル単独番組レギュラー番組のみテレビ番組レギュラー番組のみラジオ番組レギュラー番組のみその他の番組レギュラー出演のみイベント書籍イベント書籍単独番組イベント書籍単独番組イベント書籍単独番組イベント書籍広告広報大使広告広報大使広告広報大使広告広域大使宣伝大使 ありがとうございます。